どうもどうも、作者ディス。ユリアだって、ハナだぜ。レイナヤジ、ゲイラだよ。レイムです、マリサだぜ。ヨウムだよ。これはよう続けるんなわらわら。いやだってこれ結論からすっと、ウィッから引っ張っただけやもんわらわら。まあ、そんなこと置いといて。7、住居。やばいよ、なかなくても。あのなぁ、こういうのはなぁ、徹底的に、隅から隅まで、問い詰めて、追い詰めて、すべてを、知り尽くす。たとえそれが R18、R18G であっても、これが昨夜毒を見て。もうそれやんてれじゃねえか。まあええわ、本題いくぞい。ゲームにおいてはソニックは地球に住んでいる。彼は初代ゲームにおいてサウスアイランドとして知られる場所に住んでおり、またソニックチームの資料によれば生まれた場所はクリスマス島である。ソニックアドベンチャーの発売より以前には英語版の操作説明書の中に彼は惑星モビウスに住んでいると書かれたものがあった。アメリカ及びヨーロッパで1999年より以前に作られた漫画、アニメーション、本、操作説明書では彼は惑星モビウスに住むとされている。アメリカで長期にわたり発行された漫画では地球とモビウスの関係を発展させ、かつてのモビウスが地球であったと明かされた。異星人の遺伝子爆弾によりほとんどの人類は絶滅し、動物に変異が起きて惑星の住民となったのである。漫画における時間は現在から約1228年先の未来であり、漫画ソニック・ザ・ヘッジホッグの第50話には西暦3235年と書かれている。イギリスの漫画ソニック・ザ・コミックにおける惑星モビウスは地球とは異なる地球の姉妹惑星だと説明され、実際に地球から来た人間がモビウスを侵略するに至っている。アニメーションアドベンチャーズ・オブ・ソニック・ザ・ヘッジホッグおよびソニック・アンダーグラウンドでハモビウスと地球との関係は言及されてない。オリジナルビデオアニメーションでは惑星フリーダムが舞台になる。物語の中で世界はソニックとその友人たちが住む空の世界とエッグマンが住む暗黒の世界に分かれたと説明される。この惑星にはカオスエメラルドが存在しないが、未来の地球であることが強く示唆されることがある。ソニック X でのソニックの故郷は地球と同じ位置に存在する平行世界の惑星であることが第49話で明かされる。理屈の上ではその惑星はまさに平行世界の地球ということになるが、その点は明確には確認されない。なお、住所はソニック・ザ・ヘッジホッグのグリーンヒルだと思われる。この惑星に関する描写はごくわずかで、物語のほとんどは我々の地球及び宇宙で進行する。っていうか今回はもう深いとこ行こうか。いやいや本当に大丈夫なのかな。これはもう止められないわね。8、この最高バナ行っちゃいますか。星ってなんだよ星って。ゲームと比較して、ソニック X におけるソニックとエミーの関係は進展している。このアニメーションでは二人は友情を深め、協力してコアに当たることが多い。原作同様ソニックはエミーが苦手な一面もある。また、ソニックはエミーとのデートの約束をしたことさえあったが、エメルを利用するボックンの企みに妨害されたため、夕方まで遅れてしまった。また宇宙船ブルータイフーンに乗る回ではエミーは一番良いドレスで登場し、ソニックは口をポカンと開けてしばらくそれを見つめる羽目になった。海外の ABC 版アニメでは、ソニックの恋愛感情はサリーやコーン姫に向けられる。ソニックと彼女は共に反乱グループのリーダー的立場にあり、またテイルスの保護者、兄弟的な立場でもある。二人は同い年で、エッグマンに対する作戦でも協力することが多い。二人は明らかに惹かれ合っているが、性格的には正反対であるために衝突することが多く、二人は自分たちの思いを認められずにいる。サリーから見てソニックはあまりにも無責任かつ愚かしいし、ソニックから見ればサリーは堅物で潔癖すぎる。でもねえ、最後キスしてないじゃない。コミック版では、ソニックとサリー姫との間柄もアニメーションと同様である。漫画においては物語の進展とともにソニックとサリーは互いの愛をついに告白するが、その後二人は別れてしまう。サリーはソニックに戦士を引退し自分と共に統治者となることを望んだが、ソニックは命令する側になるよりも行動する側にとどまることを選んだのである。その結果、二人の関係は再び緊張したものになった。その後、平行宇宙から来たスカージがソニックの故郷に現れ、エミーローズやバニーラボットといった女性キャラクターを襲撃したため、ソニックの女性関係は複雑化する。やばくねか。もちろん悪のソニックの企みは露見するが、悪者から構成したと考えられていたフィオナ、フォックスに対しても悪のソニックの手は伸びていた。彼女はソニックとデートしたことがあり、彼女に好意を抱いていたテイルスをがっかりさせたりもしたが、結局フィオナ、フォックスは悪の側へ舞い戻り、本当のソニックよりも悪のソニックを選んだのだった。なに？ちょっと待て、お兄さん、あ、ちょーっと。お兄さん、それラッスンゴレライちゃいますやん。あ、ラッスンゴレライ関係ねえわ、バッキャロー。命がけで原作忘れてたわ。ゲ
原作はもうエミーの一方的な片思いですわいな。ソニックさんもエミーの気持ちは受け入れてるっぽいけど、しつこいのがいやらしい。9、声優。日本語声優は金丸純一がメイン。初代テレビ CM では古川俊夫、セガソニでは草尾武史、アニメソニックザ・ヘッジホッグ、アドベンチャー・オブ・ソニックザ・ヘッジホッグでは山口勝平、ソニックワールド・アドベンチャーのエアホッグは関智一、ソニック・アンダーグラウンドでは戸田恵子、OVA ソニックでは菊池雅美、英語声優はライアン・ドラモンドとジェイソン・グリフィスがメイン。シュガーラッシュではロジャー・クレイグ・スミス、他にサムエル・ヴィンセントとマーケンバーク。あーやっと終わった。もうあれで終わりでいいの？まあまあ、後で総集編作るし。ほら、百聞は一見にしかずっていうじゃない。要するにシリーズダイジェストってわけなのか。編集大変そうだにょん。よくわからなかったらゲーム原作やってみっていうわけなのね。ただダイジェストはネタバレだから自己責任な。まあ、終わったっつうことで。ご視聴は残した。